はい、どうもミスティです。新信長の野望をやっていきたいと思います。今回はね、戦国立志伝かなの最中なので、で今日が多分ガチャの日ですかね。ガチャじゃなかったっけ。今日が4の章。ね、4の章。悲願兵を一つ消費する。優秀決一回投与。名称投与で、一回投与。で、火事ですね。ということで、ガチャの日です。さあ、やっていきましょう。と、その前に、ですね。本日21時ごろ、名手が普段言わないダジャレを発するものの、演習前の相談中だったため、ほぼスルーされ、大怪我をする事件が発生しました。同盟員の皆様には傷ついた名手のフォローをお願いいたしますと。気づいてなかったです。すいません。名手、申し訳ないです。竹丸さんが梅ポンになってて、あれ、またなんかいろいろと名前変わりました。あれで9時頃でしょ、始まる頃。まあまあまあ、言ったこの辺ですよね。いやだな、いやだな。あー、はい、はい、はい、あ、これですね。名手、申し訳ない。多分みんな、それどころじゃなかったっていうね。でですね、あ、竹丸さん、ようこそいらっしゃいました、島津の鬼へ。竹丸さんはね、このサバの、別の同盟にいた、視聴者さんです。はい、いらっしゃいませ。ゆっくりしていってください。そうね。竹丸さんと竹丸さんね。まだね、チャットだったらね、文字なんでわかりやすいんですけど、私みたいにね、ちょっと滑舌が悪かったらね、わかりづらいかもしれないです。ということで、竹丸さんがね、竹丸ポンさんに速攻で名前変えましたね。まあそんな感じで楽しくやらせてもらってる同盟です。まあ皆さん今後ともよろしくお願いします。ということでね、まあガチャの方ですね、今多分30枚ぐらいあるのかな。まあガチャもね、やっていかないといけないですよ。やっぱ戦力は上げたいですし。でね、やっぱね、今、牙を上げてるので、雪村が欲しいですね。雪村がいないので、はい、雪村さん欲しいですね。おっとっと。あ、まだ誰も行ってないのかな。じゃあちょっと参戦しときまーす。こっちもかな？はい、参戦させていただきまーす。はい、じゃあまず祈願兵ですね。俺96個余るやん。これだけで全部行くんじゃねっていうぐらい。もうここは飛ばしていきましょう。さっさと行きましょう。何枚引いたらいいかな。とりあえず80枚で止めときますか。
止めといて、よいしょ。あ、一番最初だけクリアですね。じゃあもうちょっと引いときましょう。50まで引きますか。お、2つ出たりね。これなんか10連とかあってほしいですよね。まあここでね、あの東洋圏金とか出たりたまにするんで、それもありがたいなと思いますけど、今回は出ないですね。よいしょ。さあこれで1万2000ポイントまで。そうか、方がね。お、あー、これは夜な、あ、違う、旅枕。あー、これは買っときましょう。治療が早くなるのは欲しいです。いやー、もうすぐいっぱいになっちゃうんで。あー、でですね、この前の、川中島の戦いの動画、皆さん見てくださったみたいで、特に名手さんがね、仕事中ですけど、見てくれたようで、どこだ？同盟じゃないな。え、どこでしたっけ？あ、このね、宝箱をお受け取りくださいと皆さんが配ってくれるやつですね。配布のやつです。これをね、見ていくとね、どこだろう。はい、来ました。マロボンさん。賄賂ありがとうございます。え、15っておかしいですよね。さすがマロボンさん、分かってます。ちゃんと収録しときます。ということで、賄賂の方いただきました。さあ、ということで、ガチャの方引いていきましょうか。31枚ありますね。どうしましょう。この前10連でやったからな。また1枚ずつしましょうか。で、まあ、ちょっと待ってくださいね。なんか予定ないかな。こっちじゃないわ。見れないんだね。習慣、固定、活動。見れないな。まあ、まだ何が来るかわからないですね。ということで、まあ、とりあえず、SR 以上出るまで、ちょっと引いていきたいと思います。まあ、底引きだとあと6回ね。行きましょう。はい、5。4。3。2。お、来た。SR ですね。さあ、なんでしょう。ああ、ババさん。ババさんね、使ってないですけど。はい、ババさん来ました。で、あと残り26枚と。これで、立志伝の方は、ああ、もうちょっとですね。じゃあこれでまた引いていきましょう。さあ1枚ずつ。5。あ、減っちゃった。9。はい。8。7。6。雪村が欲しいよ。あ、SR でした。ああ、村上さんね。でね、まあこうやって収録して、まあ皆さん見てくださってるんで、ガチャ運とかね、見て分かってもらえてると思うんですが、まあいい方なんですかね、私これね。ドメインさんは皆さんいい方だよって言ってくれるんですけど、 SSR のデカ、
なんですけど、どうなんでしょう。皆さんもっと出てたりします？SSR、まあ、種類としてはまあまあ、手には入ってるのかなと。まあ、後で見ますけど、また。5、4、お、来た。あー、SR。SSR 来ないですね。おー、高曽我部さん。さあ、残り15枚。今 SR が3枚ですね。で、31枚あったのかな？うん。じゃあ残りも引いていきましょう。お、9、8、さあ、7。そして、6。お、来た。あー、でも SR。あー、空気さん。さあ、残り10枚です。これ、10連いきましょうか。ねえ。ちょうどキリがいいんで、10連いきましょう。さあ、SSR 出るのかどうか、やってみましょう。5、来た。 SSR 来たよ。誰だ。真ん中できた。おお、よしひろさん。島津の名に恥じぬ戦をしてみせよう。期待してくれて構わぬぜ。よしひろさん、1個とつれますね。はい、ということで、31枚引いて SSR は1枚と。島津の義弘さんが当たりました。30枚引いて1枚出たら全然いい方なのかな。うん。で、はい。OK。で、4の章が終わりましたね。まあ、順位としては全然ですが。で、ちょっと武将を見ていきましょう。うん。まあ、まず武田信玄ですね。これ1凸しました。で、織田信長、徳川家康。で、この前のイベントの豊久ですね。島津の豊久。で、長宗我部の元親が二凸ですね。で、島津義弘さんが来たので、ちょっと一凸させましょう。で、知識は刃に直結する。吉川さん部下ね、ができ元た春らさんね。勉学に励むといい。天地人にで、接せられ最ず。初の、イベントでの、最初のイベント？違うな、2回目のイベントか、津軽さんは。最初は、ネネ私のでしこたっとはおけ？気になさらお市ず、でしたっけ？自分の信ネネ念をか、貫いてください。で、お市が二凸。太平の世ネに訪ネもれ二たら、凸です。皆と桜を見に行きましょう。主よ、で、北影条の氏配慮綱。をおろそかにしてはいけませぬぞ。氏綱さんはね、二つ交換しました。うん。またね、交換所に並んでたら、もう取りたいと思います。まあ、こっちが欲しいですもんね、やっぱりね。最終速度が上昇っていうのがね、やっぱ欲しいところではあります。で、豊良い天気臣秀じゃ吉さのう。ん。面倒で、事は最さ上て義通満ったもの。と。進めば極楽、本願来寺たば顕至如。極。武だけでは で、見さ島せ津ぞせ家ず。久。普通の人生なんて前つ田まんねえ慶んだ。次。殿、必要なものがございましたら六何角、なこされ。れは定頼っていうんですかね。武士道とはで、鍋死力島を直重身につと。けたり。多分これで終わりかな。はい、あ、初はおここに初いさんまがす。いましたね。浅井初。いいのははい、来ないを待以て。上ですね。合計何体だ？1、あ、ちょっと待って。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19 種類いますね、 SSR。 うん、これはいいのかな。まああとやっぱりあの雪村が欲しかった、キバをメインにしている私からしたら、はい、っていうかそんな感じでしたね。あと何かありましたっけ。まあ今回のイベントでね、いつでしたっけ、5の章6の章7の章か、章ポイントのね、6の章と7の章、敵兵を1人重傷させる、まあね、言ったら戦をしなければいけないと。またね、連盟の中で演習みたいなことをするのではないかなと思うんですが、今日が木曜日でしょ。4の章木金で、5の章が金、6の章が銅、7の章が日と。6の章の時の土曜日なんですけど、土曜日はね、ちょっと知り合いが、まあ結婚することになりまして、ちょっとそのお祝いのね、お食事会に行く予定になってますので、多分お顔の方が出せないと思います。申し訳ありません。7の章の方はね、多分大丈夫だと思います。夜は出れると思うので、まあもし、連盟同士でまたやり合うようなことになるのであれば、参加したいと思いますので、その時はよろしくお願いします。はい、っていう感じで、まあガチャの方もね、無事 SSR さん出てくれました。島津義弘さんがね。よかった。ということで、今回の動画を終わりたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッド、そしてコメントの方よろしくお願いします。ではまた。